こちらは釣りファン待望のアユ釣り解禁の様子です。この日は県内のトップを切って衣川のアユ漁が解禁となりました。午前5時の解禁を待ちかねるように県内や宮城県の釣りファンが押しかけ、前日からの徹夜組合わせおよそ150人がアユ漁を楽しみました。この年はアユの稚魚を従来より多いおよそ8万匹放流したため、豊漁が期待されていました。そのため例年よりたくさんのファンが詰めかけ、おとりに使う種アユも足りなくなるほどの人気だったそうです。解禁を待ちわびた太公望たちは腰まで水に浸かりながらアユ漁を楽しんでいました。一方こちらは盛岡市の中津川です。親子祭り大会が開かれました。これは地元の郵便局の開局100周年を記念して行われたもので、上の橋と中の橋の間におよそ1500匹のニジマスが放されました。この日はおよそ500人が集まり、子どもたちは釣りの手ほどきを受けながら大物を狙います。中には30センチ近い大きなマスを釣り上げ歓声を上げる姿も見られました。川に親しむ和やかな風景です。